さん、じゃあ、じゃあ、ここ行ってくる。はい。ごめんなさい。いらない、もう一人も。ここで、こう、水車を舐めてさ。こんにちは。なんでしょう。ね。左行くの、こっちか。左行くの、そんな後ろダメやな。ね。そこ行っちゃう。向こう行っちゃう。向こう行っちゃうんだ。いや、何もしたっけ。よし、じゃあ始めるよ。これが、何ですか。それは、最初にやってるんだけど、それね、手で真似られるんだよ、この針がね。これ、簡単に真似られるよ、こういうふうに。さあ、やってみてかな。こうやってね。ほら、数字の5ができました。これで8を作ってみてかな、みんな。じゃあ8できるかな。どう8だよ、8って難しいよ。あ、できそう。そうできた。どれ。おお、8ができたね。8、おお、この人前にいるから見せてもらうよ。8です。これ本当に書いた8そっくりだ。これ上手だね、これね。どれ、吉村さんできた。おお、8だ。8難しいぞ。綺麗にできた。そう、照井くんできたよ。どれ。じゃあ9作ってみてごらん。9いいよ、簡単。できた。9だぞ。そうだよ、こうやってくるんってやれればいい。はい、できたね。綺麗なのできたね。はい、できた。9。9だよ。でね、そういうのでね、一筆書きっていう遊びがあるんだよ。例えばね、例えば、一筆書きっていうのはね、お家の形できる。お家の形、一筆書きの時にね、これ使うの。こうしてやってね、お家こう作るでしょ。一筆書きじゃね、一本の線で作るね。これ屋根作るでしょ。これで下にね、四角を作るとね、あ、ちょっと足りなくなっちゃった。お家ができるんだよ。キノコみたいだね、このお家。キノコお家でありますね。こうと、こう、なんかお家お顔みたいだ、これ。私はお顔です。お顔作できる。できない。ほんできる。できた。できた。できた。見て。じゃあちょっとお遊びするか。今日ね、ちょっと変わったもの持ってきたんだよな。また。白いのはできないんだけど、青い空に白い雲が浮かんでいました。もうちょっと違わないと。あ、できた。本当にできた。お役になります。なんだろう。青になった。こうやろ、ほら、雲が出てきたでしょ。で、もう一つ雲があったのね。こっちの雲はね、たくさん雲があってね、大きな雲です。お話ができるんだね、これで。見える？で、近くにね、橋があってね、橋があってね、そして橋があって、海もあるか。よし、海を作ってやろう。今、照井くんが海を作ってくれと言いました。ですから、林先生は海を、だって橋なら海があるじゃん。あ、橋なら海、下に海があるじゃん。そうか、川か、川かもしれないよ。だから、じゃったらこれに作ればいい。こうすれば海になった。いい、これで。あ、これでいいや。これで海になったでしょ。海があると、そこへ道路も作ればいいよ。道路作ればいいぞ。まだ海はこっち来い。どっち行くの。何の勉強。明日かって明日の会話がいい。山がね、遠くにあったのね。山が遠くにありました。なんかね、そこ動くのもいいんだな。あ、船があった。船でね、船のところ乗ればいい。船のところ、こういう船が、ドドドン、ドドドン、ドドドン、
がゴーン通りで船に乗ってね、それでこの人ね、発信したら潜っていくの。お話できるでしょ、これ。こちゃん、素敵な。それで、東北にはお家がありました。お家があって、みんなが帰ってくるの待ってます。早く帰ってきてよ。でも、雲の下では雨が降り始めたのです。雨が降っています。お話できるね。ザー。わー、雨だ。雨です。そこでお兄さんは自転車に乗って早くお家へ帰ろうとしています。リグリグリ雨だ。ぬる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 濡れちゃうよ。リリ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 。ね。そうなんだ。そこで最初の勉強に入りたいと思うんですけども、皆さんの机の前にこういう紙があるでしょう。見てください。何の勉強？そう。でちょっとね、練習問題練習してみようか。何の勉強？ここにね、お家があります。いい？お家があるでしょ？ところがこのお家には影がありません。太陽、お日様は向こうの方に、こっちの方にあります。いい？見てよ、おちゃんと見てよ。じゃあ先生、影つけるよ。ほら、影ができました。なるほど。お花があります。でもお花には影がありません。影をつけるよ。わあ、影ができました。男の人が歩いています。でも男の人には影がありません。そこで先生は影をつけます。わあ、影ができました。自動車が走っています。でも自動車には影がありません。そこで先生は影をつけます。わあ、自動車の影ができました。そこで皆さん、その絵を見てください。この絵を見てください。この絵には、向こうの方にね、遠くにね、お日様があるんですが、ところが影がありませんね。で、皆さんの机の前にね、ペンがクレヨン、置いてありますから、それで影を描いてください。いい？今日は鉛筆は使いません。じゃあ、それぞれ見れる違いますが、影を描いてください。どんな影ができるでしょう？ちょっと考えてみて。おお、そうかね。こちらにはビルです。お父さんが働いている会社のビルです。これは皆さんのお家です。木もあります。みんな影がありません。そこで皆さんは影を描きます。素晴らしい。吉村さんも素敵な影ってか、ね、本物の影みたいだな。渡辺さんもそれでいいぞ。OK。そうか、そうやって色を塗ってくれるのもいいな。色を塗ってもいいんだぞ。よし。一人だけ見せてもらおうかな。山口くんの影を見せてもらいます。ほら、いいね。お父さんがですか。お日様がやってこんでね、ちゃんと影はね、ここがくっついてるんだよ。そこがね、大事なとこなんだよ。ね、ここ離れてるとさ、ね、影が離れてるとおかしいんだな。ここがこうくっついてるんだな。よし。この人の影もいいね。くっついてるもん。ここがくっついてるんだよ。昔ピーターパンっていう人、ピーターパンっていう人がいたんだけど、ピーターパンの影は離れちゃうんだよね、あれ。そう、小枝くん前。山田君描いたか、木の影描いてないぞ。よし。で、今日はバラバラの勉強みたいですけども、いろんな勉強を大急ぎでやります。みんなくじって引いたことある？引いたことある。そうか、今日ね、先生昔っていうか、長崎行った時に買ったね、あの メダルがあるんだけど、これ素敵でしょ、このメダル。長崎のお土産。で、今日のくじはちょっと変わってるの。いい？この中で一本引いてます。一本引いてます。で、どれが当たりか分かりません。一本引いてください。はい。一本引いてください。一本引いてください。引いたらね、それにね、皆さん何か絵を描いてください。絵を描いておいてよ。ここ何でもいい。絵描いてください。はい。
くじ引きです。当たりだったら？当たりだったら メダルあげる。いや、一人に絵を描いてください。絵を一本引いてください。一本引いてください。一本引いてください。それね、紙に絵を描いといて、みんなで自分のもんだと分かるように。絵を描いてください。はい、絵を描いてくださいよ。それじゃあ絵を描いてください。何も描いてないから、それに絵を描いてください。いい？絵を描くんだぞ。脱水だよ。折れちゃう、いつなんで。できた？これ使え、これ。テレビこれ使えな。もう出しちゃダメだよ。待ちます。それかけるから。よし。では、どうやってその一等賞を決めるかというのをこれから説明しますが。書いた？書いた。それじゃあ、みんなで集めます。これ誰が当たりかもう分かったの、先生は。はい。貸して。はい、貸してください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 。誰が当たりか。え？絵を見て決めるんじゃないね、実は。どうやって決めるか知ってる？どうやって決めたらいいでしょうね、これ当たり。知らない。知らないし。何？自分のが出たら当たり。出たら当たり。もうそうでもないんだな。もう少し算数的なんですね。見ててよ。この中で誰が勝ちかというのは、この中で一番長い人が勝ちなの。ね。そこで、この中で一番長いのがどれか。誰かに調べてもらおうと思うんですけども、誰か調べてくれていませんか。はい、ね、今日は順番に行こうか。じゃあ、あなたからこれ、一番長いのこれ調べてよ。先生やその前、その間、自分で調べて。持って、全部持って、両手出して。よし、先生は待ってます。おお、山内くんは下をトントンと揃えて、そして下を揃え、見ててよ、みんなね、山内くんに下を揃えてるんだ。そしてこれ、ちょっと待ててよ、今いいことやったぞ。山内くんね、こうしてね、下をね、トン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 と合わせて、こうやってな。そして下を同じにしといて、同じ高さにしといて、同じ長さにしといて、上一番飛び出た人が勝ちなの。この絵を描いた人は誰だ。これ誰、これ誰、誰ですか、これ誰、これ誰、誰誰がやったか。N 深いね、君。君が、よし、どこ行った今のメダルは。商品の。よし、じゃあみんな手叩いてあげてよ。今日の一等賞は、リンクと決まりました。大事にしてよ、これ。全然見ても、なぜリクリンク見上げたか。ほい。よかったね。よし。じゃあ次の勉強に行くよ。先生の教室には前から見せてるようにね、このハリーペッター、グリフィンドールのね、ホグワーツのね、映画できましたか。全く意味わからないんだけどね。本当はハリーポッターな、ハリーポッターとかボード全くわからなかったもんな。どれに人が流れるか、どれに人が流れるか。そう、とにかくハリーポッターのね、これ計算機だったので、これで見るとね、みんなのね、30年後がわかる。大人になってからがわかるので、先生はね、私のね、